にちは、夏みかんです。ロマンシングサガムインストレルソングリマスタージャミル編を進めてます。なんかね、イベントが渋滞してきてるんですよ。アサシンギルド、水流の神殿、ヴァンパイアなどなど、その今日はね、その交通整理をしていきたいと思います。さあ、ではエスタミルのパブで話を聞いてみます。何のイベントが来るか。この話は大変なお方からのご依頼だ。覚悟しておけよ。わしはクジャラートのリー、ウハンジだ。よーく覚えてますぜ、ウハンジ様。お前だったのか。まあよい、わしの頼みを聞いてくれ。実はわしの可愛い娘がさらわれたのだ。あんた娘がいるのにあんなことやってたのか。いや、それはその、それとこれとは別問題だ。そんなに突っ込むな。ふう、心当たりはないのか。ウハンジの秘密イベントをやってるとこういう感じになるんですね。なるほど。まあでも娘がいるのにあんなことやってたのかっていうのは確かにそうだよね。現代日本だったらボコボコにされてますよね、これね。それから必要経費もね。足元を見よってこのコソ泥が。え？何か言ったかい？いやー、わかった。前金でだよ。わかった、何でもしよう。こんな流れになるんだ。私前にウハンジは後払いなのよっていうショート動画を作ったことがあるんですけど、前払いパターンもあるんだね、初めて知った。よし、じゃあまたパブに行って別のイベント進めよう。一杯飲んでく？あれ、進まないね。ヴァンパイアかアサシンギルドが始まってもおかしくないタイミングではあるんですけど。あ、そっか、ヴァンパイアは噂を聞いてこないとダメなのかな。ウエストエンドの方でヴァンパイアが出るらしいみたいな話を聞いてからじゃないと話が進まないのかな。じゃあウエストエンド行きましょうかね。さあ、私は忘れずにステルスと忍び足をつけてきたので、これで戦闘回数を抑えていくぞ。でもこれあれだね、ステルスと忍び足がいつ切れるかわかんないから、こまめにこまめにこまめに止まってかけ直さないとだね。その止まった瞬間に襲いかかられる可能性があるから、わ、それがね、危ないですね。と、こんな感じで OK？ おお、かわしきれるか。いけ OK！ よし、やりました。ステルス忍び足成功。最後の方は完全に忍んでなかったけどね。東の廃墟、あれはヴァンパイアの住処だったらしいじゃないか。ヤシ村の向こうの廃墟だな。ヴァンパイアってのは退治するのが難しいっていうな。ああ、昔のエスタミル王国にもヴァンパイアが出たことがあるらしいが、退治するのに苦労したっていうしな。まあ伝説だが。廃墟の中に棺が隠されてて、今でもヴァンパイアがそこで眠っているかもしれんぞ。ずっと寝ててくれていいよ。よし、オッケー。これでエスタミルのパブに行けば聖杯の噂が聞けるはずだ。では行ってみよう。すごい、もう子供が突進してきてたけど華麗にかわして、あれ、いない。あ、違うか、エスタミル違いだ。こっちじゃなくて北エスタミルに行かなきゃだね。北エスタミルのパブに行きましょう。そしてこのパッと行く、すっごい便利ですよね。こういう機能を実装されますよって言われた瞬間はピンとこなかったけど、使ったら超便利だった。イニシエのエスタミル王国の時代、西からやってきたヴァンパイアがこの町を恐怖のどん底に陥れたんだ。それを救ったのがアムトの神官アグネス様と聖杯だよ。やった、これで聖杯を手に入れられるはず。あ、メモが貼ってあるね。もうイベントがあちこちで、本当にイベントの渋滞が起こってる。しかもあのパブの入り口の横にいた人ってミイラ商人さんじゃない？エスタビルの地下のカタコムに行きたいんです。護衛を引き受けてもらえませんか？
これこのタイミングで引き受けるの美味しくないですか？一緒に解決できちゃいそう。カタコームでこのミイラ商人さんのお願い聞きつつ聖杯手に入れるっていうのが一遍で済むんじゃない？よしよし行こう行こう。あれどっちだっけ？こっち？こっちかな？なんかすぐ近くだったよね。あ、ここか。ここですね。オッケー。これがいいかな。もう少し偉そうなのはないかな。何してるんだい？ミイラを探しに来たんですよ。薬の材料として高く売れるらしいんです。ああ、これがいい。なかなか偉そうなミイラだ。墓荒らしかよ。人様の家の炭素を漁ってるわけではないし、洞窟で宝探しするのと何か違うんですか？いいミイラが手に入った。さあ、帰りましょう。いや、帰らなくていい。帰っちゃった。そうだった、そうだ、このイベント終わったら自動的に帰るんだった。しまった。1回で2つイベント進められたらいいなと思ったけど、そううまくはいかなかった。ということで、もう一回カタコーム行きます。カタコーム、ここね、12個ぐらいお墓があるんですけど、どのお墓に聖杯があるかはランダムなんですよね。ですのでクイックセーブしといて、こんな感じで敵にエンカウントしてしまったらリセットするというのを繰り返せばいつか正解に当たる。いや、さっきミイラ商人さんに墓荒らしかよって若干非難するような言い方してましたけど、ジャミルのこの行動の方がよっぽどよろしくないですよね。しかもオープニングでね、他人の家の探査漁っちゃってるし。ミイラ商人さんのこととやかく言えないですよね。でもジャミルたちがお墓に触れるとエンカウントするのに、ミイラ商人さんはエンカウントしてる様子はなかったよね。それは護衛のジャミルたちが倒してるっていう体なのかな。今度は端っこから攻めていきましょう。端っこどうかな。 OK。あー、全然ダメだ。全然ダメです。なかなか当たらないですね。はいはいはい、リセット。なかなか当たらないよ。では今度はこっち側の橋行ってみましょうか。墓泥棒か、趣味じゃねえな。行きなさい。聖杯を高く掲げ、ヴァンパイアを滅するのです。アムトよ、この者を守りたまえ。今の声は聖女アグネスか？女神アムトよ、俺を守ってくれよ。やったー、聖杯ゲット。しかもジュエルもゲットだ。さあ、ではこれでヴァンパイアを倒しに行くぞ。ヴァンパイアの洞窟のさ、この子供がね、かわいそうなんですよね。あのちっちゃな子までヴァンパイアのしもべになってしまっていたのかっていう。しかもあの他の大人たちはヴァンパイアのしもべなんですけど、子供はウェアウルフになっちゃうとこも謎なんですよね。恐ろしい。我がしもべとなる者がまたやってきたよね。何を言ってる。俺はお前を倒すために来たんだよ。我は800年生きてるヴァンパイア、お前のごとき人間は足元にも及ばぬ存在。こっちにはこれがあるんだぜ。それはまさかアグネスの聖杯。それでは話が違う。聖杯には誰も近づかせないという約束で目を覚ましたのに。いや、お前にアグネスほどの暴力が備わっているはずがない。この戦い、私がもらった。暴力がないと聖杯って操れないんですかね。暴力、つまり術の力ってこと。ダウドに持たせちゃったけど大丈夫かな。まあ普通に使っていきましょう。できればあんまり聖杯の EP を消費せずに倒せるといいな。
できるだけ温存したい。ただこれまでの集会でも聖杯手に入れた回あったんですけど、アルベルト編の時手に入れたんですが、このヴァンパイアイベントで使った以外は結局使わずにクリアしてしまった。エリクサーとか世界樹の雫とかもうずっと使わずに結局クリアしちゃうんですよね。使ったらねもっと楽に戦えるのかもしれませんが、うん、でもなんかそんなに苦戦せず倒せそうな雰囲気じゃないですか。もしかしたら温存できるかも。普通に打撃で、あっ下僕化されちゃった。回復すればいいか。待って、浄化の水がない。このパーティー浄化の水使えない。やばい。これは聖杯温存とか言ってる場合じゃないかも。まずい。ああジャミルまで。やばい、どうしよう。早く。おお危ない。危なかった。いや、聖杯温存とかもう本当に、聖杯温存とか言ってた数十秒前の自分を殴りたい。いやー、よかった。でも倒せてよかったです。もうね、3周目なのにこんなにわたわたするってどういうことなのかって話ですけれども、無事クリアできました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価、コメントなど応援してくださると嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。